新村淳一は日本の政治家、君党は朝日中受賞、提供平成大学客員教授、旧掛川市長、掛川市森林組合組合長、静岡県森林組合連合会会長、社団法人第日本報徳社社長を歴任した。早稲田大学卒業後、家業である林業と製材業の経営に携わり、掛川市森林組合の組合長や、 静岡県森林組合連合会の会長といった林業団体の役職を歴任した。静岡県関西委員などを経て、1977年に旧掛川市長選挙に立候補し、当選を果たした。以来、連続7期にわたって旧掛川市長を務めた。在任中は生涯学習の推進を提唱し、全国生涯学習市町村協議会や全国地域、 作り推進協議会にて会長を務めた。また、東海道新幹線掛川駅や、東名高速道路掛川インターチェンジの設置や、掛川城の復元などを推進した。駅設置や、天守閣復元には、多額の予算が必要になると想定されたが、市民や企業に広く寄付を呼びかけ、莫大な募金を集めて成功させた手法が注目を集めた。 旧掛川市と小笠郡大統町、大須賀町との新設合併を推進し、新掛川市の誕生に道筋をつけた。市長退任後も、第日本報徳社の社長や、日本茶業中央会の会長などを務めている。なお、早稲田大学、帝京平成大学、静岡大学、東京学芸大学においては、それぞれ客員教授として、教鞭を取った。 静岡県小笠郡桜木村出身。桜木村立桜木北小学校、桜木村立桜木中学校、静岡県立掛川西高等学校を経て、早稲田大学文学部卒業。大学卒業後は、家業の林業に従事し、1963年には掛川出身林組合の第二大組合長に就任した。その後、 1968年から1977年にかけて、静岡県森林組合連合会の専務も兼任した。生涯学習都市とスローライフを掲げ、1977年から2005年まで7期28年にわたって掛川市長を務めた。合併による新掛川市長選に8選を目指し出馬したが、多選批判等を掲げる元衆議院議員の戸塚。 深夜に破れた。市長退任後も掛川市森林組合会長、大日本報徳社社長を務めている。2006年秋、朝日中受賞を受賞。私心なく、掛川市を発展させた市長として、旧掛川市には今でも慕う市民は多い。2018年3月7日、大動脈解離のため死去。83歳没。市長就任前の森林組合長時代の、 地域づくりの経験から中央集権の高トリソンを前提とした学校教育へのアンチテーゼとして随所試験の選択定住とそのための生涯学習の必要性を解き昭和54年全国で初めてとなる掛川市生涯学習都市宣言を行った地域学の進めを解いたないものねだりでなくあるもの生かしによって地域社会に生きる人が 自らの人生と地域の活性化を一体として考えようとする考え方である。その第一弾として後輩一しかった掛川城公園を整備に着手。現存していた掛川城二の丸御殿を全国でも数箇所しかない貴重な歴史資源と市民に説いて修復し国の重要文化財の指定を受けた。これが地域の歴史を大切にという掛川市のちづくりの 講師となって、現在に至る。その後、東海道53時の日本橋から数えて26番目の宿として、また東京、名古屋、京都、大阪の真ん中にある地理を活かそうと、東海道新幹線掛川駅の設置や、東名高速道路掛川インターチェンジの設置、掛川城の復元などの大規模プロジェクトに奔走。掛けがえのない地域資源を活かすために、 市民一人一人の知恵と汗と力と情剤をという寄進運動で新幹線掛川駅の設置では29億5000万円もの市民企業募金を集め成功させた。こうした一連の大プロジェクトにより、県下有数の工業都市に育て、かつては財政再建団体に陥ったこともある市の財政基盤を強化し、市民に対しては、 町づくりの成功体系を重ねることによって、掛川は静岡県の谷間、掛川はクズの里を自ら貶めた言葉とひ下していた市民に自信を持たせ、おらが町はいい町、町づくりは市民自らの手でという機運を醸成するなど、その行政手腕を評価する声は高い。百九十四年、細川内閣の下で施行されたパイロット自治体制度では、 法改正を伴わない範囲での地方文献という制約の中、農地法に基づく許可権限の拡大、国民年金事務の合理化、パスポートの市町村窓口での申請受理と施行等を訴えた。これらのほとんどは国によって却下されたが、例えばパスポートについては2006年以降は全国の市町村で実施することができるようになるなど、 法改正を含めた改革につながったものもあった。その後社団法人業各国民会議では構造改革特推進会議の代表に就任。地方文献の機種と自らを鼓舞し、地方文献を訴える運動にも力を注いだ。市長7期目には、旧掛川市、小笠郡大東町、大塚町の合併を推進し、2005年に新掛川市を誕生させた。 これらの業績を評価され、新掛川氏からも名誉市民の称号を送られている。家業は林業。林業振興への功労により、乱獣報奨を受賞している。自らを期待の目もまと称するほど、好奇心旺盛に様々な受賞を学び書き留める。若い頃は文学者を志したこともあり、市長時代にも多数の賞を表した。旺盛な知識欲と熟考による、 本質的な議論を好む。また、事業の実施などでは、現場100回として何度でも自ら足を運び、細部にまで注意を払いこだわるのを常とする。ただ、会議の席上などでも陳視熟考することが多く、その姿が居眠りをしているのではと誤解され、批判されることもあった。祖父の新村長五郎は桜木村村長を務めた。父である新村千日は、 愛知大学教授を経て、旧掛川市の市長を務めた。おじの池田博士は、東京市助役、京都府知事、神奈川県知事を歴任した。もう一人のおじの高坂一郎は、九州帝国大学教授を務めた、経済学者である。長男の新村光一は、掛川市議会議員である。新村の著書については、新村淳一ホームページを参照されたい。 元静岡県掛川市長の新村、一さん市去地方文献実践。朝日新聞。https www. 朝日 .com Art icles, 63, 37,。articles.asl3763ptl37u-tep ブレイ KHTML2018 年3月7日。閲覧。ありがとうございます。